ヘムシーを持つシトクロム、C、シーシトクロムは、酸化還元機能を持つヘム鉄を含有する、ヘムタンパク質の一種である。1886年に、マクムンによって存在が指摘され、1925年に、デイビッド・ケイリンによる、馬の胃に寄生する、羊バえか馬バエ幼虫を用いた研究によって、酸化還元機能を持ち後期呼吸に、重要な役割を持つことが実証された。 シトクロム、サイトクロム、シトクロームなどと呼ばれることもある。シトクロムは含有しているヘムの種類によって以下の種類に分かれる。また、シトクロム P450 という故障を持つタンパク質が存在するが、物置シゲナーゼであり、シトクロムではない。シトクロムの名称は蒸気の分類の他に、生物種名や腸波長の吸収体のナノメートルの数で付けられることが多い。 後期呼吸を行う生物群からまず発見されているが、現在では全生物に見つかっていると言ってよい。16エスルナ遺伝子の塩基配列とともに、シトクロムのアミノ酸配列も系統解析に用いられることが多い。膜結合型シトクロムは、真核生物であれば、ミトコンドリア内膜、細胞室内膜系などを膜に存在している。原核生物では、 細胞膜に存在する。植物など光合成を行う生物では、陽緑体、色素化粒にも存在する。また、可用型のシトクロムも存在し、そうしたタイプでは、細胞質に存在している。シトクロムは、ヘム鉄を含有しているので酸化還元電位が高く、外して電子伝達系に存在している。特に呼吸差複合体3は、本体がシトクロムの複合体であり、 複合体法では、シトクロム C を参加して、電子伝達を行う。光合成においてもシトクロム B6、F 複合体として存在し、同様に酸化還元反応に寄与している。嫌気呼吸においては、硝酸還元や硫酸還元などで、電子共有体として機能している。またヘム鉄には、FE2 と FE3 が存在し、これらが、 感逆的に変換することにより電子伝達を可能にしている。各々の酸化還元電位は様々な酸化還元電位を持つシトクロムの存在は生物体での高いエネルギー効率に寄与していると言える。特殊な役割としてミトコンドリアのシトクロム C がアポトーシスに関与することが知られている。ありがとうございます。